はい、こんにちは、人造です。今回はね、風の1号ハムカツマンバスター剣わからないけど、ハムカツマン使ってこう。いや、この子ね、結構ね、ダンジョンドロップで落ちるキャラなんですけど、まあ、割かし強いかなっていうまあネタにしては、まあまあまあいい性能してるかなっていう感じする。超覚醒がバインドウェイ7強で、7コム強が3つ持ちで、チーム HP もあるし、でスキブ3つ持ちで、まあ、バインドがないんで、バインドがないから、まあ、バインド耐性つけるか、超覚醒で。で、まあ、覚醒アシストでつけるかっていう感じなんですけど、まあ、今回はこちら、これを使っていこう。この子使っていこう。で、まあ、パーティー組んだんですよ。パーティー組んだんですけど、まあ、いけるところはね、正直いけるところは、まあ、あれかなっていう、天球の絵画ぐらいかなっていう。本当に申し訳ない。なんかね、実況者ってさ、結構さ、まあ、結構俺の愚痴なんですけど、愚痴って言ったらあれだけど、こういうさ、なんていうの、ネタがない時って、ネタのさ、こういうネタキャラっていうのは、なんていうの、このハムカツマンを入れて、キコージョン絶対者とか、神秘の次元クリアとかさ、まあ、俺、まあ、そんなん、できるんだったら、やりたいんだけど、まあ、そういう、なんか、プレイヤースキルとか、全く、編成とかもできないし、まあ、ただ俺が、まあ、普通に楽しんでできたらいいかなっていう感じで、天球の開花やってんだけど、よし、やっていこう。で、パーティーはね、まあ、ナコルル、フレンド、リーダーナコルルで、フレンドがこれかな、ベニティングだけ。ちょっと全然スキブ調整したいんだけど、やっていくわ。継承がね、まあ、泥鏡とか、バインドとか、で、ポロネとか、まあ、ドットチェスター、この子も優秀かと思って。で、サガットに、リクーの武器。で、ベニティングだけで泥鏡。まあ、ハムカツマンがいるんで、まあ、ハムカツマンで勝負に勝つみたいなね。よし、やっていこう。いや、ここも結構慣れてきたな、結構、ダンジョン的に。お、ダリアじゃってっけ。ハイビスカスだ。よろしくお願いします。九州のお天気です。おー、お天気キャスター参戦や。お天気キャスター参戦した。すごい。そう、九の使い方うまいね、みんな。みんな九の使い方がうまいね。九州のお天気。すごいね。九州に住んでんのかな、この人。この人、なんだろう、九州に住んでるのかな。行って、オッケー。いや、強いね。このハイビスカス。ほんと強い。いいな。で、あ、チェルンがいる、チェルン。3人目さんがチェルンがいる。いいじゃん。オッケー。じゃあ、俺は、まあ、ベニティングだけ使いまして。で、まあ、ポロでも打っちゃいましょう。で、まあ、俺はただ分割するだけでいいのかな？確か、多分ね。いや、ごめんなさい。ちょっとパズルが終わってる。ごめんなさい。下手すぎた。ごめんなさい。で、火力どんなもんだろう。あ、ハムカツ8億出てた今。8億。ハムカツ今8億出てたぞ。え、すごくない？え、やるやん。ハロー、ハロー、お、ハロー。ハローのターンね。はいはいはい。こんにちは、つって。今夜なんですけどね、つって。なんだよ、このトーク。なんだ、この実況。さあ。チェルンは十字かな？十字か。むずくない？十字。頑張れる？頑張って。頑張ってくれ。お、それはなんだ？うますぎやろ。落とし十字はうますぎやろ。いや、すげえな。こういう十字組みたいな、俺。あ、プレイな、おる。プレイナーもね、なんか12日の生放送でさ、なんか来そうじゃない？夏祭り、夏休みガチャでさ、なんかいろんな情報来そうじゃない？なんか。わ、すごい。めちゃめちゃなんか、すごい。語彙力がすごい。で、普通に組んでもらっちゃっていいか、これは。頑張れ。気が組める、頑張れ。惜しい！オッケー。9コンボで 60% 軽減か。で、これ進化、変身す、さらに変身したらあれだよね。70% 軽減だっけ。めちゃめちゃ強いね。もうあれやな、緑おでんもびっくりって感じだよ。
OK。で、リーダーちゃん食らっちゃいましたね。で、ハムカツマンのスキル。あー、使っとくか。ちょっとどっちもなんか、どっちもどっちって感じだし、スキル。OK、使ってこう。いや、またね、俺ね、動画の実況のモチベがすごいんですよ。実況のモチベがすごくて、今。本当に週、毎日か。毎日投稿もできてるし、そう、なんかね、結構途切れた時あったと思うんですけど、まあ、それを抜けば、それ以外、それを抜けば、毎日なんか2、3本投稿してると思う。本当になんかやべえやつだと思われて、なんか本当に視聴者さんからさ、こいつやべえよ、みたいな。毎日2、3本投稿してるみたいな。どこにそんな時間があるんだって感じなんですけど。まあ、それはまあ内緒ってことで。で、これは落としになってる、もしかして。なんだこれ。おしゃれやな。すげえな、うめえな。おしゃれやな。カンストや、すごい。うわ、すげえな。ほんとすげえ。大尊敬、スマッシュブラザーズや、これ。すごいな。で、アークインパクト、オッケー。で、この人、九州のお天気ですさんが、お天気教えてくれねえんだよな、これ。多分ね、これやべえと思う。あ、これ、ネズコ使って、オッケーオッケー。ネズコ使いまして、オッケー。で、まあ、これは2分割でいいのか。火を7個か。あ、火7個か。あれか、76番目運用的な感じかな、この子、ラクシュミって。それっぽいな。オッケー、で、いけます？それで。まあ、いけるっぽいな、これ。なんか、片方倍率でいけそうな気がする。いけないか、さすがにいけないか。オッケー、戻りました。オッケー。で、俺が仕留めるか、俺、これ、この、ノアちゃん。うわー、なんだこのパズル、やべえ、やべえ。怒られる、視聴者さんに、また言われる、これ。あー、何してんだ、俺。何のパズルしてんだ、これ。やばすぎやろ。いや、また視聴者さんにさ、またパズル下手くそや、カスやって言われるよ、これ。うわー、ごめん、マジごめん。ちょっと下手って言わないでください、本当に。ちょっと喋りながらってむずいんですよ、本当に。言い訳になっちゃうけど。うわ、ごめん、マジで。うわ、チームワークが乱れた、俺のパズルミスで。うわー、マジか。いや、こういうの本当に良くないよね、ごめんなさい。あー、ごめん、マジごめん。いや、ルーレットさすがにそうだよね。5ターンも続くと無理だよね。十字組めないよね。本当にごめん。やっちゃったなー。ごめんなさい。いや、惜しい人をなくしたな、これ。ごめんなさい。OK。で、これは分割してくれていいのかな？ OK、OK。あら、あららら。飲み込まれた。いや、もう、ごめんって、マジで。うわー、やべえな、これ。オッケー、うまい。で、10個も出ました。オッケー、うまい、うまい、うまい。で、俺が挽回しろ、これ。ここで挽回しよう。挽回しましょう。オッケー。まあ、とりあえず、火の2セットは、頑張って、普通に組んでいこうか。火の2セットは組んでいく。オッケー、オッケー。で、こうして、やっぱあれかな？結構、早く行っちゃうからさ、パズル。早くささっと組んじゃうから、もうちょっとゆっくり組んだ方がいいのかな。十字降ってきた。で、いや、十字降ってきたらなんかすげえ、三人目の十字さんが、すごい、なんか思い出しちゃって悲しくなっちゃう。ごめんなさい。で、スワローテイルか。九州のお天気ですさん。いけますそれ。オッケー、いける？オッケーでいい。で、さあ、9コンボ、10コンボ、オッケー。いけるこれ。いやー、めちゃめちゃ強いやん。めっちゃ強いやん、これ。すげえな。やっぱ火力すげえな、やっぱ。火力がめっちゃすげえわ、これ。7強4つってすごいね。やっぱ伊達じゃねえわって感じする。で、なんか撃っちゃってもいいけど、別にまた撃たなくていいかな。ちょっと待って、またやってる。またやばいパズルしてる。
オッケー、ごめんなさい。いや、本当にごめんなさい。なんかね、本当に言い訳とかじゃないんだけど、まあ言い訳だけど、言い訳じゃないんだけど、本当にパズルしながら喋るのってマジでむずい。本当にむずい。やってみ一回。パズル下手っていう俺にさ、コメントしてくる人、やってみ一回。本当にむずいからね。本当にごめんなさい。まあそれだけなんですけど。で、ごめんね、本当に俺のせいでルーレット地獄になってるな、これ。よし、オッケー、増産消ししたしてくれた、ありがとう。で、いや、マジでロザリン欲しかったんだよ、俺さ、まあ、結構ガチャ動画上げてるんですけど、星を紡ぐ精霊、めちゃめちゃ爆死したんですよね。めちゃめちゃ爆死したんよ、俺。本当に、なんか、コメントでも言われたわ、なんかすげえさ、溜まってねえか。コメントでもさ、待って、これさ、これ打っちゃうか。コメントでもなんか、確率どうしたんって思うぐらい、なんか確率終わってて、草みたいな、言われてて、いや、本当に悲しかったね、あれは。何も当たらなかった。何もサイリアが当たらなくて、悲しかった。で、闇が入っちゃう。けど、大丈夫か、これ。いける？ OK！ いいね。さあ、13回ノエル。いや、もったいねえな、俺のパズルミスと。申し訳ねえ、本当に。ハローちゃんが消えちゃったんですよね。申し訳ねえ。さあ、行ってもらっていいよ。さあ、倒せるよね。まあ、ハムカツだっけ？ハムカツの良さは伝えられたのかはわかんねえけどさ、まあとりあえず行けますね、これ。結構まあ、7強3つ持ちっていうのはやっぱ強いかも、強い気もする。結構。オッケー。倒したかな？オッケーでしょう。オッケー。じゃあありがとう。ありがとう。いや、ごめんね。本当になんか空気悪いな。めちゃめちゃ空気悪いな。ごめんなさい。で、これを売りまして、まあ、ハムカツね、まあ、結構、まあ、優秀な、まあ、ダンジョンキャラではあるかなっていう感じする。普通に、まあ、サブとしてはワンチャンありかなっていう気もするわ。無課金のサブとかにありかなっていう気もする。じゃあねー。